また失敗してしまいました。へへ、料理研究室ね。こんなところに隠れてやがったか。ルシア、俺と正々堂々勝負しやがれ。へへへ、なあ、離せ。今日こそルシアを倒すんだ。静かにしてください。私たちは互いの能力を高め合うためにここにいるのです。トラブルを起こすためにいるわけではありません。大変です。カムイの様子がおかしいんです。またトラブルですか。クロム隊長、カムイに一体何が起きたのですか。カムイは友軍の退却を支援するため一人で戦場に残ったのですが、私が駆けつけた時にはもう。カムイは一時的に戦闘力を高めるため通覚信号を遮断したのです。本当に面倒な人ですね。通覚信号の停止は意識モデルから逸脱して自我が崩壊してしまう恐れがあります。ただの機械になってしまうことも。リーフ、カムイは意識界に囚われています。指揮官ならば彼の意識リンクをつなげて意識界から救うことができるでしょう。わかった、指揮官へ助力を頼もう。ですが今から指揮官に連絡してももう間に合わないかもしれません。ならばどうすればいいのです。そういえば以前何かのデータで見ましたね。構造体は人間としての強い感情を呼び起こすことができればいいと。そうすれば意識界は安定するとのことでした。何が必要なんですか。詳しく聞かせてください。データによれば人間特有の記憶や感情を使ってそこに繰り返し強い刺激を与える必要があるそうです。人間特有の強い刺激を繰り返す。そうだ、トイレですね。あの二人は何をしているんでしょうか。わかりません。とにかく見ているしかありませんね。カムイ、これはトイレです。僕たちが人間だった頃毎日ここに座っていたはずです。覚えていませんか。反応がありました。ええ、ですが刺激が不十分です。リーフ、カムイの意識界にアクセスを。きっとまだ間に合うはず。時間との勝負です。カムイ、聞こえますか。それはある夜のことです。この声、リーか。カムイ、思い出してください。君は夕食を取った後一人で道を歩いています。そこへ突然の腹痛が。腹が。この感覚身に覚えがあるぞ。次に何をすべきか君は知っているはずです。君はたまらず近くのトイレを探します。一番近いトイレは1キロ先だということがわかります。早くトイレに向かわせてください。時間がないんです。それはできません。これは彼を連れ戻すたった一度のチャンスなのです。強い刺激を与えるほど成功確率が上がります。君はトイレを目指して先を急ぎます。しかし走れば走るほど腹痛はどんどん激しくなっていきます。なので君は歩く速度を落とし腹痛の波を乗り切ろうとします。そして落ち着いたタイミングで一気に向かうことにします。しばらくすると腹痛は少しずつ収まっていき、これならトイレに間に合うと君はそう確信し始めます。しかし何歩か進んだ後にそれは突然訪れます。さらに強い腹痛が君を襲ってきたのです。そして君はついにトイレのあるデパートの前にたどり着きました。デパートに入ろうとしたその時、突然バナナの皮で足を滑らせます。尻餅をついたその瞬間、軍隊が城門打ち破らんとする衝撃が襲いかかります。もういいでしょう。君は超人的な忍耐力で城門を死守しました。そして何とかデパートの中に転がり込みました。案内板を見ると男性用トイレは地下1階にあるではありませんか。君は地下へ続く階段を駆け下りますが、一歩階段を降りるたび城門に激しい攻撃を受けます。ついに君は地下へとたどり着き、売店の隣にトイレを発見します。ですが君は突然思い出します。ティッシュを持っていないこと。ティッシュを買おうとしたその時、
突然君の前にガラス板を運ぶ業者が横切ります。すかさずガラス板を避けるためにブリッジをかまして回避ですが、ついにその時が来てしまいます。すでに君の理性は限界を迎え、これ以上耐えることはできそうもありません。もうティッシュを買う余裕もないのです。そこで君は突如悟りを開きます。このような状況でティッシュなど必要ないと、たとえ紙がなくとも怖いものなんかありはしないと。そして君は堂々とトイレに突入します。ついに君は約束の地へとたどり着いたのです。リーフ、今です。